コーラントモは中華民国の政治家、中国国民党、国民政府の要人である、私立新丹大学法科研究院を卒業。当初は私立中国工学で教授となるが、中国国民党中央政治学校教授に転じる。後に国民政府労工局課長となり、以後は国民政府や国民党で職歴を重ねていった。国民政府では、 首都建設委員会秘書長などを国民党では、司法院法官訓練所所長、中央党部組織部主任秘書などをそれぞれ務めている。1935年11月、国民党第5期中央執行委員に選出された。中華民国法学会所記長となったほか、国民党重慶市党部主任委員、党中央執行委員会副秘書長、 党中央政治委員会副秘書長、党中央評議委員などを歴任している。1940年11月、国民政府社会部政務次長に就任した。1945年5月、党第6期中央執行委員に再選した。翌1946年3月、政権国民大会、光備委員会秘書長となり、1947年11月にも、 雪のり国民大会、光備内委員会秘書長となる。1948年5月、関蘭県国道委員会秘書長に任ぜられ、同年12月、国民政府内政部部長を兼ねた。翌1949年1月に、関蘭県国道委員会秘書長から、3月に内政部長から、それぞれ免税られている。7月、 党中央非常委員会秘書長に任せられた。国境内戦で国民党が敗北すると、コーランとももこれに伴い、台湾に逃れ、国民大会代表となっている。1958年9月28日、病没。去年59。ありがとうございます。